愛知のダラダラジオ。卒業生の皆さん、ご卒業おめでとうございます。今年もと言いたいんですが、去年は確かしていないので、このダラダラジオの場所を借りてですね、卒業生の皆さんに言葉を少し送らせていただけたらと思っておりますので、ぜひね、今年、小学校、中学校、高校、大学と何かから卒業をね、迎えた皆さん、聞いていってもらえたら嬉しいです。よかったらね、最後までお付き合いください。ということで、改めてになりますが、廃棄です。よろしくお願いします。で、今年ですね、何を喋ろうかなと考えていたんですけれども、ありがたいことにですね、去年あたりから学校で講演会、オンライン、オフライン含めてですけれども、オンラインと講演会させてもらうことが多くなって、その中で伝えたいことって、いろんな場所でね、いろんな言葉を伝えているんですが、やっぱり今年というか、今年度は、もう一番の特徴としてはコロナですよね。もちろん今も収束はしないんですけれど、スタートから休校になり、そして受験生の皆さんは、休校から始まったから、もうね、受験勉強のペースも最初から崩されてしまって、で、学校再開したと思ったら、急にね、その学校の授業のスピードが上がり、そして楽しみにしていたイベント、部活もね、されてた方もいるでしょうし、部活の大会はなくなり、目標を急にね、例えば、もちろん自分が怪我をしたとかでももちろん辛いですけれども、その場合だったらある程度気持ちの整理がまだつきやすいのかなと個人的には思っていて、そうではなくて、もうどこに怒りをぶつけることもできない、コロナっていうもので、皆さんの目標というか、目指しているものが急に閉ざされるというかね、道をこうなくされてしまうっていう方が多かったと思います。今まで当たり前だったものが当たり前じゃなくなり、で、こう目の前にいつもあったものが急になくなってしまうと。それで受験制度もね、特に高校受験じゃないや、ごめん、大学受験の方、受験制度も変わったので、すごく振り回された年だと思います。で、もちろんそれを、今振り返った時に皆さんがどのような気持ちでいるかは人それぞれ違うと思うんですけど、それをね、ある大人が、君たちの学年は運が悪かったねという人がいます。でも私は嫌いです。その言い方が。なぜ周りがあなたのこと、みんなのことをね、運が悪かったと言っていいのだろうかと思うわけです。もちろん皆さん自身が、もうなんでこんなについてねえんだろうと、運が悪かったなと思うんであれば、それは止めません。みんなが実体験をして、そう思うんであれば。けれど、もちろん自分はもう36年生きてきたので、順風満帆ではなかったです。もちろん YouTube 始めてからだけではなくてね、学生時代を含めてですけど、全然うまくいかない時とかもね、いっぱいあったし、生きてる意味がわからなくなった時もあったし、なかなかね、こう紆余曲折というか、いろんなことがあったけど、確かに、36年のうちのある一定期間を切り取ったら、過去の部分をね、切り取ったら、辛さしかなかったなっていう時期もある。あるよ。でも、それを、運が悪かったとか意味がなかったとか、あんな時はなかったらよかったのにとはあまり思わないようにしています。自分はだって変えらんないんだもん、過去は。なので自分は例えば、いじめを受けてた時期ですよね。もちろんなかったらいいなと思う。もう一回人生をやり直すんだったら、できれば経験はしたくないっていう道でしたけど、でもあそこの経験があったから、今ちょうど今日ですね、投稿してる前日、今日と当日と前日に埼玉スーパーアリーナでね、ちょっとプチイベントを自習室ってやらせていただいて、今初日が終わったホテルでこれ実は撮ってるんですけど、そういったリアルイベントで会った方と話してる時もそうですし、YouTube 上で、SNS 上で、話を聞く時にも、そういったもので苦しんでる方の気持ちが、あの経験があったから、やっぱりその経験してない時よりは分かるかなと思うし、自分が撮った動画で、動画にエネルギーを持つというか、伝えられるものが増えて、それを見てもうちょっと生きてみようかなって思ってくれる方が出てきてくれてるのかなと俺は思ってる。だから何が言いたいかっていうと、辛い時期とか苦しい時期ってのは当然ある。これからもきっとあるよ。みんなある。ごめんな、嫌な言い方してるけどあるんだ。でも、それを、もちろんその時は辛いんだよ。辛い、早く終わんねえかな、早くトンネル抜けねえかなって思うけど、でもそれをただただ運が悪かったとか意味がなかったって思うのか、そこに自分で意味をつけていくのか、プラスのね、あの経験があったからこうなれたとかっていうプラスの意味をつけることは自分でできると思ってる。俺がいじめを受けてたあの時期をそうやってね、みんなと話せるようになったとか、みんなの気持ちを分かるようになったっていう意味をつけれてる。それはつけようと思ったの。俺が無駄だって思いたくないから、あのいじめの期間をただ辛かった、ただ死にたかったで終わらしたくないからね。そうだからみんなも、もちろん俺は、学生時代にコロナを経験してないから、イベントがなくなったりとか、特に俺は部活を打ち込んでなかった人間だからね、部活を最後の大会に向けてって頑張ってた方の気持ちはごめん、俺多分分からないんだ、きっと分かってるつもりになってるけど、でもきっと苦しみの半分も分かれてない。だから俺の言葉っていうのは正直そこは薄っぺらくなってしまうんだろうなとは思ってるんだけど、でもやっぱり言わせてほしくて、それをなんだろう、未来の糧というか、あの時があったから辛かったけど、あの時があったから今、未来のみんながね、未来のみんなにとっての今がこうやって成長できたんだって、笑い話じゃないけど、2年後3年後、5年後10年後分かんない、でも学生時代にあのコロナがあったなって、確かにあの時しんどかったよなってちょっと笑い話にできた時には、きっとみんなにとっての糧になってる時だと思うんだ。だからそうやってってほしいと思ってる。なくなったものはたくさんあります。なくなったものはたくさんある。でも全部がなくなったわけじゃないし、今こういう状況になったからこそ生まれたもの、生み出せたものっていうのも俺はあると思っていて、全てがなくなったわけじゃない。みんなには何が残ってる、自分には何が残ってるっていうのを、ぜひ一つの視点として持ちながら生きていってほしいと思います。綺麗事に聞こえる、最後にね、綺麗事に聞こえるかもしれないんですけど、苦しみとか痛みとかっていうのを経験した人っていうのは、俺は人としてものすごく魅力的になる可能性を、秘めてるというか持ってると思ってるの。もちろん人生が順風満帆で行くのが悪いとは思わないよ。その順風満帆に行ってる人が全てがダメと思ってないけど、でも苦しみとか痛みとかを経験して、それをプラスエネルギーというか前向きに受け止めてこれた方っていうのは、やっぱり人間的に魅力的な方が多いと思うんだ。俺が接してきた中のね、人を見ていると。だからみんなも辛いことはたくさんあったし、これからもあるとは思うけれども、それをいつか未来の自分のためにもプラスに、糧にしていってください。みんなの人生はまだまだこれからですね。まだまだこれからなんだ。俺もだけどね、俺36だけど、俺まだまだこれ負けないからねで本気で思ってるから、俺はこの場所でこれからも頑張っていくので、みんなはみんなの道をぜひ一歩一歩力強く自分らしく、歩みを進めていってください。心から応援しております。改めてになりますが、ご卒業おめでとうございます。皆さんのね、新しい新天地での、生活がより充実したものになることを心から願い、祝辞とさせていただきます。ここまでご視聴いただきありがとうございました。以上、林でした。